ガールズガールズ、ミサキとクレアのアリファン。こんばんは、ガールズガールズの鶴谷美咲です。こんばんは、ガールズガールズの増田クレアです。ガールズガールズとアイスクリームのコラボレーションシングルロックステディがついに発売になりました。昨日ですね。そうですね、9月6日。はい、いやもう MV もたくさんの人に見ていただいてね、もうコラボ喜んでもらえてよかったなっていうちょっとした達成感が。そうですね。そしてそのロックステディの MV はね、300万回再生をもう今の時点でも突破しておりまして、ありがとうございます。いっぱい見ていただけてますね。ね、どうなることやらって思い始めた、思ってたね。初コラボでし、でしたしね、アイスクリームとは。そう、うん、いやでも本当に楽しんでもらえてよかったなと思いますよ、はい。で改めてね、今日の放送がこう私たちがこうついにアニサマ今年行けましたっていうところからの初回ですので、うん、はい、もちろんね今日はいっぱい話しますんでね。そうですね、楽しみにしておいてください。はい、ガールズガールズ美咲とクレアのアニファンは、アニメ漫画好きな私たちファンがアニソンの楽しみファンを木曜深夜にまったりとお届けするファントークバラエティです。ハッシュタグカタカナでアニファンをつけていっぱいツイートしてください。今夜のアニ様話ぜひ楽しんでください。今週はこの曲でスタートです。ガールズガールズアイスクリームで The Finest。ガールズガールズアイスクリームでザ・ファイネストでした。ザ・ファイネスト、こちらカップリング曲ですね、はい。そうですね、あのリリースイベント限定でこうパフォーマンスはしてたんですけど、うん、もう皆さんからの反応がやっぱ大きかったかも、うん、ロックステディよりなんならもしかしたら
衝撃受けた人もいるかもしれない。あんまり女性グループでこういう曲歌ってる人少ないけど、うん、だったね。本当にこうなんだろう、受け継がれてきた、ね、ものっていう感じだよね。美咲とかレコーディングどうでした？これはね、うん、やっぱ一番がアイスクリームのコラボって歌っててからの2番ガールズガールズ出てくるっていう感じの、うん、その A メロの最初担当だったから、ね、もうあの普段の弱気なインな自分はちょっと隠して、お全然見えないよ、あのグーって感じで実際なんかこうやってしてたしね、途中雰囲気作ると 爪を立てながらレコーディングしたと、はい、牙を剥きながらやってましたね。これもでもあの頑張ってねレコーディングしましたので、はい、ザ・ファイネストもロックステディもねどちらも楽しんでいただければなと思います。はい、そして私たちガールズガールズはガールズガールズライブツアー2023アクティベートを開催させていただきます。はい、10月14日の札幌公演からスタートとなり、9都市全11公演です。もしね、うん、お近くの公演でもあったらぜひ遊びに来てください。ここからはアニメロサマーライブ2023アクセルの感想をたくさんお話ししたいと思います。はい、もうやりました。アニファンはアニ様をこういかに皆さんにね楽しんでもらえるかっていう番組でもあったので、うん、もう本当にやっとこの日がやってきたという感じで、そうなんですよ。私たちは2人揃ってね8月25日アニ様の初日を見させていただきまして、うん、はい、もうワクワクだったよね。いや本当ですよ。もうだってこの本当兄様のために作られた番組アニファンなんで、うん、それをずっと目指してっていうか、いや本当見に行くことも、もうほぼ第一目的ぐらいでしたし、うん、もうやっと兄様が見れるのかっていう、そうですよ、ワクワク感でしたね。こちらのファンチャンネームシャングリラハートさんからね、はい、お便り届いてまして、はい、美咲さんクレアさんこんばんは。2023アニ様の夏終わりましたね、うん、お二人の SNS ではアニ様会場で二人仲良くペンライトを持つ写真が投稿されていたので、はい、無事にアニ様参戦できたことをアニファンリスナーとして安心していました、はい、お二人はここまで番組 MC として様々なアニ様参加アーティストの方々とトークを交えた上で、うん、アニ様でパフォーマンスを目の当たりにしたと思うのですが、はい、この方は思い描いていた通りに素晴らしかったとか、この方のパフォーマンスはいい意味で想像を超えていたなどあれば感想を聞かせてほしいです。アクセルを踏み続けた夏が終わり秋も近づいてきましたね。これからはガールズガールズのファンをアクティブにするべく秋冬ツアーの準備も最後の追い上げでしょうか。東京公演2日とも参戦します。娘と一緒に楽しみます。長丁場のツアースケジュールですが頑張ってください。おお、ありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。ちょっとじゃあ今日話しますか、まあね、1日目のこといろいろ話してるので、まあ、その中でねそのどうだったっていうのもあるのでぜひ最後まで聞いていただけたらなと思いますね、うん、まあ全部で5時間ぐらいあるライブで、うん、そうね、初めてでしょ。初めてです。私も初めて。だって最初私そのちゃんと時間分かんなかった。何時間ぐらいの、まあ長いだろうなと思って、うん、行って5時間って聞いて、そう、あのえって感じ。5時間も今からそうどういうって思っちゃった。その経験がなかったんで5時間、ね、でもなんかこう、うん、本当にさこう大体 2,3 曲ずつぐらいかな、そうね、を一アーティストさんで、うんうん、こうどんどんめくるめくこう変わる演出の中でさやってたから、うん、正直ね飽きなかったんですよ。本当に終わってしまったら、えもう5時間みたいな、あっという間でしたよね。お客さんもそうだったよね、飽きてなかった。いや誰も飽きてない。最初から最後までみんなペンライト持ってましたから初めて見たんですよ、くるくる回す。見ました、私は最初なんだみたいな、こうあの全員じゃないんですよ、やってるのがこう、そうそうそう、1ブロックに3人ぐらいなんか回ってない、あそこのペンライト、すごい目立つ人いるなみたいな感じで回して、しかもサビが来たら回すんだよね。多分ね両手に1本ずつペンライト多分持ってて、うんうん、それをこうねぐるぐる回してだからそれをこう、横目に見ながらね、私たちもたまに回したりとかしてて、ちょっとね、ま、真似してみたりしましたけど、ね、捧げもやったよね。捧げもやった。何ていうの、あれ、落ちメロになったらこう、そうそうそう、捧げダンスに捧げペンライトみたいなのがあるんですよ
いや楽しい。でもあれやることによって、うん、やっぱちょっと自分も乗ってくるところはあってね。まあ、とか他のお客さん周りが全員やってるからなんかこう、うん、自分もやりやすいし、なんかこう一緒に乗れるようなね、一体感がすごかったね。ありましたね。あの兄様初日でさ、うん、クレアが一番テンションが上がったなっていうアーティストさんいますか？実はね、お二人おりまして、お一人はトゥルーさんですね。あー、トゥルーさん、うん、よかったね。やっぱり好きって言ってもこの番組にもねゲストで来ていただいたんですけど、うん、おー、もうやっぱ出てきたら、わー、トゥルーさんだって思うし、ね、しかもその初日のと1日目はトップバッターであのレオナさんと二人でコラボされてて、ね、まあ、それの曲もかっこよかったんですけど、うん、私はまあこの今流れてるアンサンブルとかもね、うん、ですし、あのラストの方に出てこられた時は、うん、裸足になってね、こうステージを端から端まで走りながら歌われてて、めちゃくちゃ水色のだったっけ、そうそうそう、ドレス着て ね、しかもそこ座ったり ね、なんかすごいかっこいいなと思ったり、かっこよかったね。一人だけどこうなんだろう、シンプルに感じさせないっていうか、うん、すごい良かったですね。なんか途中でさ言われてた MC もすごい良かったなと思っててさ、うん、なんかこう隣の人の鼓動とか、ね、感じながらこのアンサンブル、それこそアンサンブルの時に、いやもう感動しちゃったよ。すごい、私そのトゥルさんの生歌は初めてだったんですけど、うん、もうね、音源ももちろん素敵なんですけど、やっぱ生でしか感じられないこの感情の感じとかもあって、すごい感動しました。いや、また見れたらいいね。本当ですよ。そしてもう一人は、そうなんです、もう一人もこのアニファンにゲストで来てくれた、この方のステージでテンションが上がりまして、大橋彩香さんでプリーズプリーズです。ドパンにいてよ、いやー、よかったね、思い出した。よかったですよね、うん、いや本当にアニファに来てくれる前までは生産としてこう名前を知ってるかなぐらいだったんですけど、うん、これでこうプリーズプリーズこの今流れてるのとかも紹介してもらった時に、こんな素敵な歌を歌われるんだって、うん、このアニファンでお話をした日からめっちゃプリーズプリーズを聞いてたんですよ。だって普通私たちのラジオでも流してたもんね。あ、そうです、ガルガルトークっていうでも私のお気に入りの曲で気に入っちゃいました。いただいてカニファン、アニ様でもね、うん、流れた時来たと思って、これのこの曲で出てきたね、大橋さん。そうね、うん、すごい可愛かったし、可愛かった、歌も素敵だし、なんか良かったです、とりあえず、これが聴けたことが個人的にはすごくまず嬉しかったんですよ。大橋さん影慣れ最初やってたよね。やってましたね。なんだっけ、皆さん盛り上がってますかって、これ生で話してますよって言ってて、来た瞬間、流れた瞬間、私と美咲で、うん、え、これ収録かなとか、まあ収録だよね、だよね、なんか音の感じが変かなとか言ってたら実は生ですみたいなの言われた時に、おーみたいな、めっちゃ
その会場にいるお客さんとめっちゃ同じ反応してそうだね、とか言って。でも大橋さんが出てくるたんびにやっぱ会場の温度めっちゃ上がるもんな。上がりますね。あのコラボとかもされてたけど、うん、そうなんですよね。だから本当にたくさんの方に愛されている方なんだなと思いましたし、もう一曲のさ若ままミラハートの時さ、うん、あのその1日目トータルで見ても一番思ったペンライトの量振る量がすごかった。しかもみんなもなんか来たぞみたいなこう空気感もありましたし、だからあのくるくる回すやつの教材なのかなと思っちゃったもんね、あの曲。もうあれ練習するやつがそうなのかしら。わかんないけど大橋さんの盛り上がりすごかったね。その個人で大橋さんが歌われる前に一回そのコラボみたいなんで、うん、ドラムもやられてた。いい音出てたね。めっちゃかっこよかった。えみたいな、ね、ドラムやるのってなって、なんかねすごいなんか趣味多彩というかね。ああそう、すごい力強かったし、うん、その後は逆に可愛い系で出てこられてね。そうだね、好きなアーティストさんをああやって見れて嬉しかったですね。やっぱこう初めて曲も聴く曲もアニ様の中であったんですけど、やっぱりこの知ってる曲好きな曲が流れた時って上がるね。なんかこう違う自分のなんかテンション感がバーって上がる感じがすごい楽しかったです。そうだね。つまりアニ様初日、他に美咲がテンション上がったアーティストとか曲とかはありますか？そうね、いっぱいあるんだけど、うん、島津亜矢さんと、はいはい、ロゼリアの港ゆきなさんが、はい、アドさんの新時代をカバーされてましたね。歌ってましたね。それがこう一番衝撃というか、お島津亜矢さんの歌にまずこう思った。だんだんなんかこう大きく伸びやかでこう広い声というか、ね、ちょっとこの界隈がまた別の方も出られるっていうのが兄様の面白いところでもね、うん、あるっていうのと、あとやっぱロゼリアさんのステージ初めて見たけど、うん、1日目鳥だったじゃないですか。そうだよね。歌のなんだろう本格的なね、うん、ボーカルスキルもあれだし、なんかみんなの MC の雰囲気超良かった。わかる。関西弁も途中でなんか途中でなんかスーみたいな、ね、そうそう、キャラと自分のまたね行き来みたいなしてて面白いな、ね、いい空気だなと思ってなんかファンになっちゃいましたね。ね、バンドリーのバンドだよね。そう、ね、おすごい盛り上がってたね。衣装とかもね可愛かったし、可愛かった。髪の毛とかもなんか全部可愛くて、なんかあいい、なんかこういうグループ可愛かったね。ただただそもそもキャラなんだろうなって感じ。ああそうだ ね、だからそういう服も着てるんでしょうけど、すごいああいうグループ私初めて見たので、うん、こういうのもあるんだと思いました、ね、あとは蒼井翔太さんの「Give Me Love Me」、はい、これさ見ながらさ2人でさ可愛いな分かる、してたね。なんか蒼井翔太さんってもうそもそもすごい有名な方なんだけど、うん、こうなんだろう、ファンの方と の MC のこうちょっとしたやり取りっていうかね、うん、空気感とかもなんかすごいな、和やかな感じだったし、うん、なんかこうみんなもう蒼井翔太さん可愛いみたいなこう会場がなってましたしね。コールの練習させてくれたんですよ、ね、この楽曲で、うん、で「Give Me Love Me」みたいなやってましたね。やっててトロッコにね乗るっていう、めっちゃ面白かった。あのくだりも乗るくだりもさ、うん、なんかこう可愛い人しか乗れないというトロッコ、まだ乗れてないのなんで、なんでみたいな。そりゃそうだと思いました私。いや本当ですよね、めっちゃ可愛かったですよね、うん、トロッコも乗ってて本当にこうどのアーティストさんもすごいこう短時間の出演だとしてもすごいやっぱ全員爪痕というかさ、記憶が一個ずつちゃんと残ってる。そう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 、だから本当それぞれのライブを見に行きたくなったし、確かに確かに本当にこうフェスに来る楽しさみたいなのを知ったかもしれない、うん、いろいろ見れる。本当にねプロ中のプロのアーティストの方々だなって。本当にそうだね、いろんなところ含めてですけど、うん、他にも Day1 にはニファンに来てくださったコシュニエさん、はい、そしてねオクトとして大石さんも出演されてて、うん、コシュニエさんはまた本当一気に雰囲気が変わった、ね、変わって変わりました。美しい時間にします。あ似てる。そう、そのなんかこうなんて言うんでしょうね、ちょっとこうは好きじゃない、うん、空気混ざった系の声で、うん、すごいなんか曲も良かったですし、ピアノもね弾かれてたし、ね、ね、でも一緒に見てたスタッフさんともさ3人で話してたけどさ、うん、ヘアメイクするとまた
確かに星乳さんのオーラってさらに出るよなっていう話してて、あのこのアニファンに来てくれた時ももう声だけでもなんかこう空気感持ってかれそうな感じでしたけども、地下にねいるかと思ったっていう、うまあ、ねもう演奏して歌ってってステージの上でやられるともう思いっきりもうお客さんも含めて世界観が変わってましたよね、うん、あそこだけかっこよかったね、かっこよかった、なんかああいうバンドもなんかこうありだなと思ったし、うんうんうん、なんか星乳さんもねこうライブやるのでって言っててね、ああいうでもね来たと思いました、かっこよかった、かっこよかったね。お、オクトさんは、オクト、おいしまさしさんいかがでしたか？すごいね、いやもう湧いちゃった、湧いちゃった、やっぱこう推しが大きいステージで歓声を浴びてるっていう姿にまずグッとくるじゃん、どういう立ち位置だ。いや別にさすごいずっと追いかけてる人じゃないけど、うん、偉そうだけどそう思った私は。そうなんだ、うん、へえ。いやごめんね、一ファンとしてのただの意見で、いやいやいや、でもすごかったよね歓声が、すごかったすごかった、私こう、うん、MC もさすがだったし、ね、2曲ね、うん、やられてましたね、ファンとしてやられてましたけど、クソメガネ帰れ言われてた。言ってました。愛のあるね、ま、罵詈雑言ってやつです。いや本当になんかこう誰が一番笑いを取れるコメントを投げるかみたいな、そうそう、お客さんそこ頑張ってたもんな、すっごい大きな声でなんとかって言ってこう、なんかちょっとこう笑いがあはみたいな時と、なんかなんとかってあはみたいな、あそう大きくなる時と、そうそうそう、なんか愛されてるなっていうのはめっちゃ感じましたし、ね、でもあのトムさんもそうですけど、うん、僕とやっぱかっこよかったね、かっこよかったですね、うん、でもなんかステージの美味しさ初めて見ましたね、あそっか、うん、美咲がこう YouTube で美味しさんのこうちょっとこうラフな姿とか、あ確かによく見てたんですけど、ああいう大ステージのっていうの初めて見てすごいかっこよかったです。そうだよね、オクトとこう、うん、おいしただのただのなんて言ったらいいの、クソメガネのおいしまさしさんはこうなんか違うところとかあるんですか？あそうね、ユニットか一人かって感じで、うん、まあオクトが担当してるアニソンもあるし、だからまた別枠というか、はい、トムさんと一緒にやってる、曲調とか違ったりするんですか？それうーんなんかそこ詳しくわかんないけど、うん、曲はだって一応オクトの曲、おいしまさしの曲ってこう違うわけでしょ。でもまあギタリストさんですから、トムハクさんが、はいはい、やっぱギターがかっこいいのかな、結構薄く薄い感想だけど、まあダイヤのエースやってたりとか、はいはい、結構また作品代表作品は全然違うかなって感じ。へえ、トムさん社長なんだよ、大石さんの事務所の。えそうなの？そう、社長とタレントというか所属でやってるの。すごい、はい、キャットエンターテインメントって言います。草野佳代子さんもそこ、えあ言ってたっけ来た時に、ちょっとそうそうそう、おすごい、なんかごめんなさいね、こうすぐそこう大石さんの話に出しちゃう。いやだってさ前の知識でアニバンに大石さんが来てくださった時も、うん、なんか美咲がなんかなんとかですよねみたいな、こう、そう全部ちょっとした知識を出してると、そういうのはいいぐらいで大石さん言ってたよね。本当そんなどこで仕入れてるんですか、そういう情報は。えもう全部もう活動見てるからね、 YouTube もそうだし Twitter も見てるし、もう昔のインタビューも見てるし、あインタビュー系見るとねやっぱ、うん、いやでもこんなのは大石さん好きならもう代表的なこう、あ当たり前の知識なんで。前提中の前提みたいな、前提中の前提、もうアニ様の感想じゃなくなってるよね。いや美咲といえばやっぱ大石さんかなと、ね、そうね、アニ様初日のさ、うん、ちょっとアーティストさんたちをまた、はいはい、あとあれだね、ナスオさんっていう、あの YouTube シンガーの方っていう風に自己紹介されてたんですけど、めっちゃ印象残りました。だってなんて言ったってナスビ持ってるんだもん。そう、その印象を残すためと言ってね、 MC の時にちょっとこう端に取りに行ったぐらい、そうナスを取りに行って、うん、ってやってました。確かに可愛かったなぁ、ね、なんか最初そのサブステージとか真ん中のステージの方に出てこられて、みんなも、うん、おーみたいな。そう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 、あとねスクリーンモードさん、はいはいはい、スクリーンモードさんの時にウルトラマン出てきて、あシュワッチでそんなのもあるのかと思いました。なんか兄様でね、兄様はそういうのは戦闘シーンをね一瞬っていうか、ね、一シーン行っていて、あのミー
やったよね、こうやってくれやってました、一緒にチュワチュってチュワチュポーズやった。ウルトラマンね、え、ウルトラマン見てました？全然あ、でも大井さんもウルトラマンやってるからどういうこと？の主題歌やって、そうなんだ。そうだから大井さんのライブにも出てくるよ。あ、またすぐそうやってそういう話アニ様の話に戻りましょう。あーあー、おっといっぱい話。でもこれあれかな、来てない人というかさ、来れなかった人に魅力伝えれたかな。いや、もうなんかめっちゃただのあのアニ様帰りのなんかこうカフェで話してる人みたいな話あれよかったね、あれすごいよねみたいな。これちょっとだから皆さんちょっとあれね、また瀬戸里とかさ自分でちょっと調べてもらってあ、これのことね、そう、このこと言ってたんだみたいな。ちょっとまあツイッターとか見てもらったらこうその日の感想あっこういうことねみたいな、こうちょっと私の説明が足りなかったらちょっと申し訳ないんでね、うん、ごめんね。でもアニファンってそういうまったりバラエティーだからさ深夜なんですよ、もう深夜なんでとか言い訳してありがとうございます、聞いてくれて、はい、ということで今週はあのデイワンの話をさせてもらったんですが、うん、来週はですね、はい、私がデイ3も観戦、実はね観覧観戦させていただきまして、うん、まあ、大泣き&大興奮だったということで、そちらの感想と、あと私たちがアニ様で見たかったアーティストさんについてお話ししたいと思います。はい、ガールズガールズ、ミサキとクレアのアニファン、あっという間にエンディングの時間になります。はい、まあ、ついに来たアニ様の話をしましたけれどもね、やっぱ余韻に浸ってます、今でも。そうですね、でもなんか今こうやって話してみて、こんなにアニファンというラジオをやらせていただいてるのに、うん、語彙力と思いましたあ、すごい、もっと可愛いしか言ってないかもね、もっと、うん、なんだその時感じたものって、うん、そのなんかあるんですよ、こう言葉でうまく表せない、こうなんかこうワクワク感、それをもっとみんなに言いたいのになんかこれは良かったですみたいな確かにそう、ね、なっちゃうのがすごい悔しいですね。悔しいね。ということで来週も聞いてほしいです。あー、来週はもっと言葉にしますと。って言っても来週は美咲のターンなんですけどね、どっちかっていうと。あ、3日目だから。はい、いやでも話そうよ。いや話すよ、もちろん。いっぱい話そうよ。話しますけど、うん、なんか言い足りない、デイワンのことでも言い足りないことあったらまた来週話しますわ、うん、そしたらそうしよう、はい、そうしよう。なんでぜひ来週も聞いてほしいです。番組ではふつおた、私たちに聞いてみたいことなどメールを募集しています、うん、アドレスはanifan@joqr.net anifun@joqr.net まで。私たちにおすすめのアニソンも理由と一緒に教えてほしいです、あなたからのメールお待ちしています。ということでガールズガールズ、美咲とクレアのアニファン、お相手はガールズガールズ、鶴谷美咲と増田クレアでした。また来週リベンジします。26時30分からお届けしている千代浦千代美のちよっと夜更かししていかない。 VTuber グループ青霧高校のメンバーである私千代浦千代美が皆さんからのリクエスト曲を紹介しています。土曜の夜、私と一緒にちよっと夜更かししていかない。斉藤朱夏です。サードミニアルバム愛してしまえばを引っ提げたライブハウスツアーが決定しました。主演2023ライブハウスツアー愛の矢印、
神奈川公演は9月17日日曜日 KTZEP 横浜にて開催。詳しくは斉藤書家公式ホームページをチェック。文化放送が2時をお知らせします。